鹿児島の明日を作る現場人応援事業土木材料入門講座建設現場アシスタントアスファルト編を担当いたします広津でございます。よろしくお願いいたします。まずこの講座はアスファルト混合物アスファルト混合物の施工という3つの章から成り立っております。で本日はこの赤い部分本日の部分という形で示しておりますアスファルトについて、皆さんと一緒に確認していきたいというふうに思っております。まず最初にアスファルト舗装というものの現状、次にアスファルト舗装の構造というところを確認した後に、ではアスファルトとはどんなものだろうか、で道路に用いられている主なアスファルトというのにどういうものがあるのかな、でその中には当然ストレートアスファルトというものがあります。でこれの特性、また多く現在使われております回出アスファルトの特性と、最後にアスファルトの取扱い上の注意ということを皆さんと一緒に確認していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは最初に道路のよもやま話ということで、道路っていろいろあるな、で人が歩く獣の道っていうところからいろいろ言われておりますが、そういう中でいろんなこう書物を紐解いてみますと、琥珀の道というのがちょっと目に飛び込んできます。で琥珀っていうのは何だろうかなっていうと、ちょっと左下の方に琥珀という形で書いてます。で琥珀というのは天然樹脂の化石ということで、古くから、ある意味では宝石として愛されております。で我が国では岩手県の久慈市というところで、琥珀が産出されという有名なものでございます。で琥珀というのはそういう意味で天然樹脂の化石でございますので、ある意味こう加工がしやすいというのが特徴かと思われます。で琥珀の道ってじゃあどういうところかなと考えますと、バルト海、今ね、いろいろな名前が出てきますが、そのバルト海沿岸で多く産出されていたという琥珀を商人の人たちが南方のエトルリアで、これどこかなというと、実はこれイタリア半島なんですね。イタリア半島の中部でございまして、ちょうどこうある意味ではローマのちょっと上あたりの地方で、こちらが工芸商人の方々が非常にこう盛んだったということで、こちらの方に持ち込んできて、この琥珀をいろいろ採掘して、ヨーロッパの方に商いをしていたということで、そちらの方までこういろいろ琥珀を運んでいたという道が一つ道路という意味合いでは記録が残っております。で次に出てくるのに塩の道ということで、こちらの方はアドリア海、イタリア半島なんですけど、そのアドリア海の方に、ポルト・ダスコリという、 こう港があるんですが、そこからこう横断していって、ローマの方に、こう塩を運んでいたというので、これを塩の道、ビア・サラーリアという形で呼ばれております。これがだいたい紀元前700から300年頃というふうに言われておりますが、こういう形で使われていたというので、古いという意味合いでこの琥珀の道が古くて、次に塩の道で、今ご承知のように我が国でもそういう意味で塩の道というのがございます。で当然日本海側の方の方からずっと上がっていって、最終的には長野県の塩尻ですか、あの辺までこう塩を運んでたっていうので、もし皆さんご興味があるようですと、こう長野県なんか行かれますと松本とか、あと大町とか、ああいう近辺のところにこうずっと行くと、あの白馬村ですか、あの近辺のところに行くとこう塩の道と、北方街道とも言われてますが、そういうところに塩の道というふうに書かれております。で最終的には塩尻の方まで塩を運んでたという塩の道が我が国でもあるわけ でこのサラーリアというとビアサラーリアという、このサラーリアというのがご承知のようにサラリーマンというんですか、そういうものの語源になってきたというようにも言われているわけです。でそういうところから紀元前2世紀、そういう意味で
有名では有名な道路にシルクロードというのがございます。でシルクロードの、どこからどこまでだろうかっていろいろこう話はあるんですけど、まあ、一般的には、まあ、中国の長安から ある意味ローマまでとか、まあ、そういうその起点終点というのは結構学問的にはズレがあるみたいですが、そういう意味合いで非常に長くこうシルクを運んでいる。でヨーロッパと中国で、もっと言うと我が国の奈良、要するに、我が国の方までいろんなものがこのシルクロードを通って流れてきたというふうに言われるほど、この道路というのは古くから ある意味では産業の中心という意味で使われてたというのが言われております。でちょうど今テキストのこのお話をさせていただいているところでございますが、ここのところのこのパワーポイントの画面の下の方にテキストのページというのが T-4 と書いてあります。でもし、ここどの辺のところを私が話しているのかなという形でテキストで確認していただくと、テキストのこちらのページ数というところを私の方が皆さんと一緒に話してますよということなので、一緒に確認していただければというふうに思います。それでは次に行きたいと思います。ではまあ道路という中で最も有名だというのはやはりまあ先ほどのシルクロードもそうですけども、まあいろんな形で出てくる言葉としてありますけれども、全ての道はローマに通ずということで、ローマの道というものがやはりものすごく有名なんじゃないでしょうかね。でローマ帝国というのがこう大きくなっていく、まあ、ある意味では地中海全体をこう囲むような形でローマ帝国が盛んになっていくわけですが、この時の道路というのがだいたい約8500キロ延長があるというとてつもない道路網だったというふうに言われています。でその頃の道路網をこう見てみますと、まさに現代の高速道路のように道路網ですか、本当に網の目のような道路がこう構築されていたということなんですが、この最初の時にこのローマの道っていうのを最初の時に作ったということで有名なのが、これアッピア街道と言われているものです。これは現存、今のローマに行かれますとローマの郊外の方にアッピア街道というのが現存しております。でアッピア街道というのは財務官のアッピアですという方が作ったというところからこのアッピア街道という名前がついているんですが、実際はローマからずっと伸びていきまして、アドリア海に面するブリンディシというところまでこうつながっているという、非常にこうなんですか、交易に大切な道路ではあるんですが、実はこのローマの道というのはなぜローマという都市国家が整備していったかというと、実はローマがいろんな都市をこう征服していく、まあ、ある意味では属国を作っていく中において、ローマからその属国まで何か問題が起きたときに、早急に軍隊を派遣しなければならないというので、作ったと言われております。そういう意味合いでも先ほど言いましたように現代の高速道路網のようなもので、軍事道路ということで、ございます。で現在のアッピア街道というのがどういうふうになっているのかなということで、ちょっと写真をこの載せておりますが、ちょっと見ていただいて、左の方にあります車道というが4メーターと、車道が4メーターぐらいあるんですね。その後ろに車というふうにちっちゃくなってますが、これ実際に車が通っているわけです。で実際現存されているこのアッピア街道をある意味現在の車を通っているというのが一つ見て取れるんじゃないでしょうか。こういう形で人も通っていると。でじゃあ実際そこのアッピア街道が今どんな状況かなって見て、ちょっと路面を大きくしたのがその下の輪立ちというふうに置いてますが、ここ見ていただくとちょうど私の方がこのタバコの箱ですね、タバコの箱をちょっと大きさの目安につくような形で置いて見てますが、ちょうど輪立ちがこの石畳の上に輪立ちが入っているわけですね。これだけの輪立ちが入っているって相当こう位置がへこんでいるということからすると、相当なんですかね、交通量があったんじゃないかなということが伺い知ることができるかと思います。
で、したがってここは軍事用の道路として、ある意味、軍隊が戦車って言うんですかね、今馬車のところに、乗ってどん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 こう行き来していたという名残がこういうところに見えてくるわけです。で、そのちょっと上の方にマイルストーンという形で1ローママイルって書いてますが、これは 1.5 キロ、これはちょうど私があのローマの市内からこのアッピア街道に行く途中ちょうどのところにあったので写真撮ってきたんですけど、このようにだいたい 1ローママイル 1.5 キロごとにマイルストーンというのが置かれていたと言われております。で、この、まあ、日本で言いますと一律化ということで、日本でも同じように作られてまして、このマイルストーンを見るとあローマからどの程度の距離なんだなということが分かるし、そうすればどのくらいで、どこの地域まで着くんだという非常にこう有効な情報を入手できるという大切な指標っていうんですかね、目印だったというふうに言われております。で、その下の方に水飲み場というふうに書いてますが、これ今現在でもあります。で、当時のもので、ございまして、ここはそういう意味合いでは高速道路のサービスエリアみたいな形で、ここで水を飲んだりもしくは馬を休ませたりという形で作られていたということで、相当合理的にこう道路を整備していったというのが伺い知れます。で、基本的にはあのローマのこのローマの道路というのはローマの道というのはどこのところでも大体この規格っていうんですか、4メーターぐらいの幅で歩道があって、で、あるマイルストーンがあって、ローマから何マイルであるかっていうマイルストーンがあって、で、ある一定ごとに水飲み場を作るっていうのは、これはもう決め事として作っていたというふうに言われています。これによって、ローマの軍隊は早急に何ですか、いろんなものを持っていく のことも少なくて、わざわざ水を持っていくということもそうしなくて現地まで到達できるということで、相当軽やかにいけたんじゃないかなというふうに思います。では、そういう中において近代道路の父ということで有名な方にジョン・ラードン・マカダムという方がおいでになります。で、ジョン・ラードン・マカダムというのはよくこの道路をやっている方々からすると出てくる工法にマカダム工法というのがあるんですが、そのマカダム工法というものを編み出したという方です。で、このジョン・ラードン・マカダムはどういうところが大きく違ったかというと、まず先ほどのローマの道みたいにあんなに大きな石畳にするということではなくて、まず従来の道路というのの表面が交通荷重によって破損するということを知って、従来の舗装に使っていた丸い石ああいうのをやめて、どちらかというと角張った四角い石を使って、で、それによって石と石がこうガチッと噛み合うんですか、インターロッキングと言われていますが噛み合って、で、十分に密着性を出すというような形によって、一つは舗装の表面から雨水や湿気に抵抗しようとする、もしくはその下の方にありますけれども図にありますけれども、こうその原地板ですか、その舗装帯の下のところをこう反りを設けることによって原地板の方にも露障と言われますが、そういうところにも浸透しないようにして耐久性を上げたということとともに、したがってこういう小さい石を使っていくということで、ああいうローマの石みたいなもの、ああいう大きな石畳をするものに比べれば、あの道路のを作っていくといいますか、舗装を作っていくのは非常に早く舗装を道路を舗装していくということができるということとともに、ここでも大事なことは、マカダムの考え方というのがちょっと下に書いてます。交通を道路に適合させるのではなく、道路を交通に適合させるということなんです。要はこの道路ということに対しては通る交通状況に道路を合わせるということで、まあ、ありけに申し上げますと、作ったところを適時に補修をするということによって舗装帯というのを常に適切に使っていこうという概念というのが生まれてきたと。この辺の考え方が逆に言うと現在の道路の考え方、アスファルト舗装の考え方というのに合致してきてるなと
というふうに言われているものでございます。では少し私どものこの日本の道路の現状というのをちょっと見てみたいなと思いますが、この我が国の道路というのはパッと見てみますと、まあ、アスファルト舗装が、ね、皆さんよくやられてますが、ここを見ていただきますと大体全体の 85% というのが市町村道と言われています。市町村道、じゃあ県道とか国道と言われているものを見ると、県道と言われているのが全体の 6% ぐらいで、一般国道っていうんですかねと言われているのが 4% ぐらいで、主要地方道というのが 5% ぐらいですから、ある意味地方を中心としたものが 96% ぐらいで、実際国道とか高速道とかそういうものはそんなに大きくないんですねということが、一つ全体の舗装の状況から見ることができるかと思います。じゃあ日本の道路ってどういう割合かな、例えば今日はアスファルトの話をさせていただいているんですが、アスファルト舗装だとかセメント舗装だとか言われてますが、全体どうなってんだろうかと言いますと、大体日本の全体道路の延長上を見ていったときに、実はアスファルト舗装と言われているのが 23% と言われていて、でセメント舗装と言われているのが 4%、 でじゃあ後のところは何だろうかというと、 55% と書いてあるのは簡易舗装と書いてます。で簡易舗装と書かれているのは、実は皆さんからすると普通の人から見るとこれアスファルト舗装というふうに見えると思います。要はアスファルト舗装と簡易舗装の違いは何かというと、舗装厚です。舗装の厚さが薄いのが逆に言うと簡易舗装で、厚いのがアスファルトの舗装が厚いのがアスファルト舗装という形になってますので、ある意味ここの 55% の簡易舗装というのは大多数のものがアスファルトで作られておりますので、そうすると私たちがこう通常生活している道路と言われているものはほとんどのものがアスファルトであり、セメントというのは非常に少ないよなというのが、こういう実感されるんじゃないでしょうか。で未舗装の道路というのは非常に少ないです。こういう状況下が 13% ぐらいという形、18% という形で書かれてますけど、実際未舗装の道路って非常に交通がないようなところだとか山間部だとかそういうところなので、一般の人がなかなかこういうところを車で通るということが少ないんじゃないかなというふうに一つ言えるかと思います。じゃあそういうことを踏まえて、アスファルトの舗装の構造というのはどんなんだろうかということで、左の方にちょっと図を示してます。でこちらの方を見ていきますと、上の方から表層、基礎、路盤、路床という形に下の方になっていきます。で下の方の路床というのは舗装の下というところで、舗装の下の1メーターの土の部分を路床というふうに呼び、盛り土の部分においては盛り土の上面から1メーターの部分を路床というふうに呼びます。じゃあ路床の下は何と言うんだというと、そこは路帯というふうに呼ばれております。したがって自然地盤のところに路帯があって路床があって、それから初めて舗装という形で作られているというもので、舗装というのは下の方に路盤があって、その路盤というのは2つ分かれてますよと、下層路盤、上層路盤というふうに分かれております。ということで、路盤というのは路床が十分に、要するに路床のが十分に支持できるように、上から来た交通荷重というのをちゃんと分散させるという大切な働きがありますよということと、下層路盤はどちらかというと安価な材料で、出力の小さいものを使って、上層路盤は良質な材料を使って、出力の大きい材料だというような形で、こう経済性を求めるためにちょっと分けて作るというふうな形がございます。でじゃあ路盤の上に次どんなものができるのかなっていうと、その上に、基礎と、まあ、この辺からアスファルトと言われているものが使われています。で基礎には一般的には加熱アスファルト混合物というものを使いまして、上層路盤のフリークを生成して、均一に路盤に伝達させると、荷重を伝達させるという働きが求められているというのが基礎でございます。で初めてその基礎の上に初めて表層、まあ、私たちがいつも見ているアスファルト舗装というものが見えてくるわけで、ここには表層というのは当然車が通って滑りにくくて車両が快適な走行ができると
というようなところが求められていっております。で、一般的にはここが通常いう加熱アスファルト混合物を使われているというものでございます。で、そこに使われているアスファルトというのが、じゃあどんなものがあるんだろうかというと、アスファルトというのはこちらにありますように、旧約聖書の創世記というところにはバベルの塔の建設に使われたとか、よく言われるエジプトなんかのミイラの防腐剤に使われたとか、あとはいろんな意味で接着剤ですね、そういう意味で土器の接着剤に使われたとか、そういうのが言われております。で、アスファルトというのは通常は粘着性を示して、で、常温では粘着性を示して、ちょうど上の方の常温20度 C という写真がありますが、手で触れられるぐらいの、まあ、粘性を持った常温ではこういう粘着性を示すものですが、高温では高い温度になった場合には下にの写真がありますが、150度 C という高い温度になると流動性を、液体になる流動性を持つということで、これは酸とかアルカリ、塩分というものに強く防水性がありますよというふうに言われています。で、アスファルトには大きく天然アスファルトと石油アスファルトというものに対比されるというものでございます。で、ここにおいて天然アスファルトというものにはどういうものがあるのかなというふうに見ていきますと、一つはこの天然アスファルトというのには冷却アスファルトというのがあります。ちょっと こちらにイラストがございますが、これはトリニダード冷却アスファルトと言われているものです。で、この冷却アスファルトってアスファルトの湖ですが、この冷却にあると人が歩けるぐらいの通常支持力があるって言うんですか、まあ、ちょっとふわふわっとした状況下じゃないかなと思いますが、歩くで、一箇所からこうアスファルトを取って穴を作りますと、1日ぐらい経つと周囲の圧力でその穴がなくなってしまうというところで、まあ、同じところからアスファルトをどん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 採取することができるというようなものでございます。次にロックアスファルトというのが言われています。これは多孔質の石灰岩や砂岩の中にこう隙間にアスファルトが染み込んだもので、アスファルトの含有量は 10% ほどあるというふうに言われております。まあ、我が国でも若干こういうものが取り入れたわけですが、そういう中では新潟とか秋田県というか、ああいう地方で、日本では過去採取されたという記録がございます。で、その他に天然アスファルトってどんなのがあるのかなというと、アスファルタイトというのがあって、これは岩の中にこう石油が染み込んで、それから長い年月を経てアスファルトに変質したというもので、まあ、一般的にはギルソナイトとかグランスピッチとかグラハマイトという形で、分かれますが、まあ、比較的先ほどのもの最初に言いましたように、レイクアスファルトとかロックアスファルトに違うよりは不純物が少ないという、あまり不純物を含まれてないというような形でこう言われております。その他にはオイルサンドということで、その中にアスファルトが染み込んだというようなものもございます。じゃあ、こういう中において、よく私たちが今使っている石油アスファルト、じゃあ石油アスファルトって、どういうもんなんだろうかという形を今こちらで示しております。まあ、基本的には油田から原油をこう取って、で、そこからタンカーで運んできて、製油所のところの受けタンクの方にこう原油が入ってくるわけです。で、入ってきた原油を加熱、ここでちょっと加温しまして、減圧蒸留棟というところでまず蒸留します。そうすると蒸圧蒸留棟というところで、まあ、蒸圧で蒸留していきますが、そうするとまず最初に軽いもの、LPG であるとかガソリンであるとか灯油であるとか、ある意味では軽油であるって、今か軽い油と言われているものがこう取れていくわけですが、でどうしてもその底の方にこう蒸圧ですので、そういうところで残ったもの、これを重質油と重油というんですが、それを今度はまた加熱して、今度は減圧するんですね。中の塔の中の圧力を下げていく、減圧する。
そうすると重油の中に入ってたもっと軽い、実は灯油なんかが入ってたわけですが、そういうものをまた軽いものを絞り取って、でそういう中においてある意味、この各種のよく潤滑油と言われているようなものを取って、それでも最後に残ったもの、最後に残ったものが残砂油、こういうものがアスファルトという非常に沸点の高いものがアスファルトという形で得られてくるというものです。で道路に用いられるそういう意味合いでアスファルトというものは、先ほど言いましたように常温で固体のアスファルトですが、そういう中ではアスファルトにはあとどんなものがあるかというと、ストレートアスファルト、先ほど言いましたように製油所でそのまま作ったストレートアスファルト、その後ブローンアスファルト、ブローイングしたアスファルト、あと回質アスファルトというものがございます。でこの中で、常温で液体のアスファルトというのもあるわけです。で常温で液体というアスファルトはカットバックアスファルトと言われているものや、アスファルト乳剤というふうに言われているものがございます。でカットバックアスファルトというふうに言われているものは、そういう意味合いではアスファルトの中に、他の軽い油、ありていに申し上げますと灯油とか軽油という、もしくはガソリンと言われているようなもので、薄めるというものをカットバックアスファルト、アスファルト乳剤という言われているものは、アスファルトを乳化して水と混合して作るということで、常温で液体という形のアスファルトを作っていくわけです。でじゃあストレートアスファルトを、先ほど言いましたようにストレートアスファルトってどうして作るかって、先ほど若干説明いたしましたけども、上圧蒸留で取れた重質油をさらに減圧蒸留して作っていくわけですが、この中で作られるもので最後に、取れた重い抽出的なもの、残砂油そのものを製品にしたものをストレートアスファルトというふうに言います。したがって原材はちょっとまたこれに複雑な製造工程が入ってきてるんですが、昭和30年代とか40年代の前半ですか、まだ単純なこの減圧蒸留をやってた頃は、アスファルトの品質っていうんですか、例えばアスファルトのグレードというのを侵入度というので分けるんですが、そういうグレードごとのアスファルトを取るためにはどこからポイントになるかというと、原料とする原油もやっぱりそういう意味では吟味しながら作らなきゃいけなかったと、そういう形がございましたが、現在は製造方法も変わってきて、少しこの辺のところはもう一工夫二工夫されているというのが現在の製造方法でございます。でそういう中において、ストレートアスファルト、先ほど言いましたようにグレードという形で、侵入度グレードという形で言われます。この侵入度グレードという形で言うときに、その侵入度というのはどうやって知るのかなというのが、この侵入度試験というのをやってます。で侵入度試験というのは、こちらにもございますけども、25度 C の温度で100グラム、ちょうど100グラムの重さの針を5秒間自然落下させて、アスファルトにこの刺さった量、要するに 何ミリほどこう刺さったかということで、アスファルトの硬さを測定する、これによって決めていくわけで、この時の例えば侵入度が40から60度間にありますよということは、4ミリから6ミリ、100分のですから4ミリから6ミリほど5秒間で刺さった、だから5ミリほど刺さったというものが40、60と、で60、80というと60から80ですか、7ミリほど刺さったでもので、80、100というと90ミリという形でグレードされていってると、分けられていってるというのが、現在のアスファルトの等級という形になっております。でもう一つのブローンアスファルトというのは、先ほど言いましたストレートアスファルトというのが減圧蒸留で作るわけですが、そこに今度はもう一つブローニングという操作をやるわけです。これはこちらにありますように、ストレートアスファルトをこのブローイング装置の中に入れて、でここで空気を吹き込んでいくわけですね。空気を吹き込んで、
空気を吹き込むってことは何をするかというと、アスファルトを劣化させ、アスファルトを劣化させて、侵入度の状況を変えていくということでございます。で、これによってブロンアスファルトというのは侵入度によっていろいろ分けがあるんですが、50とか10、20って言うんです。ですから先ほど言いました1ミリから2ミリぐらいしか逆に言うと針が刺さらない。先ほどのやつが4ミリとか5ミリとか刺さったのに比べて相当硬いというのがご理解いただけるんじゃないでしょうか。ということでこちらの方に、ありますようにこのブロンアスファルトというのは何に使われるのかなというと、用途としてはコンクリートの目地材というか、コンクリート舗装の時に使う目地材とか、あとはアスファルトにこうひび割れが入った時の補修材とか、そういうところに主に使われてますし、ある時には建築用という形でも使っています。ではその他に次に出てくるのに回質アスファルトというものがございます。回質アスファルトはいろんな回質アスファルトがあるんですけど、今現在使われているものにはポリマー回質アスファルトというのが主でございますので、またこのポリマー回質アスファルトにもまたいろんな種類があるので、そちらについて若干ご説明したいと思います。でポリマー回質アスファルトというのはストレートアスファルトに熱可塑性エラスタマーと言われているものであるとか、ゴムと言われているものであるとか、熱可塑性樹脂と言われているもの、こういうものを回質材ということで加えて作っているものです。でこういうものを回質アスファルトと言われます。で熱可塑性エラストマーと言われているものは SBS とか SIS と SEBS と言われているようなものがありますが、この中で最も代表的なものは SBS というふうに言われております。この SBS っていうのはスチレンとブタジレンとスチレンというこういう化合物が並んでいるというものを SBS というふうに言っております。で次にゴム。ゴムというのはこれは合成ゴムと言われているものが主ではありますが、その中で一般的にはゴムという材料はラテックス、ゴムラテックスというのが非常に一般的なんですが、これについては SBR と言われているものが最も一般的なものでございます。スチレン、ブタジェン、ラバーというので SBR というふうに言われています。その他には CR、クロロプレンラバーと言われている、あと NR とこれ天然ゴム、ナチュラルラバーと言われている天然ゴムというものでございます。で熱可塑性樹脂というのは EVA とか EEA とか PEA とかいうのがありますが、こういう中で最も一般的に使われているのが EVA、 エチレンビニールアルコールということで EVA というのが使われておりました。でちょうど写真にあるのはこの代表的な EVA というのがどんなものかなというのがあって、これちょっと硬いんですけど、叩けばこんなになるよというような性質のものでした。で SBS というものが今現在最も多く使われているものではあるんですが、この SBS というふうに言われているものはどうですかというと、現状的にはこのある意味何ですか、こういうクラム状っていうんですか、こっちの写真見ていただくと分かるんですけど、ちょっとお米ちっちゃな粒子のクラム状と言われているもので、 SBS を用いた回質アスファルトは添加量が増えるとアスファルトがゴム弾性と、なぜかっていうのはちょっと指でこう引っ張っている状況が分かりますが、こういうようにこうゴム的な要素を持っているというので、軟化点がこう上昇するという特性がありますよ。でなぜこういう特性が持っているかというと、スチレン、ブタジェン、スチレンというこの SBS ですが、スチレンというのはどちらかというと樹脂的な要素、スチレンあるんですけど、ブタジェンというのは弾性体、ゴムの要素があるので、このブタジェンのがあるということで、こういうゴム弾性体的な要素を持っているということが言えます。で、回質アスファルトを製造する、この回質アスファルトを作る、ね、製造するという形においては、実は2つありまして、プラントミックスとプレミックスという方法があります。で回質アスファルト混合物を実際のプラントで作るときのこのプラントミックスというのは、プラントでストレートアスファルトとこの回質材というのを混ぜる、で石を混ぜて一気にこうアスファルト混合物を作るというのがプラントミックスという手法です。でプレミックスという手法はどうかというと、工場でアスファルトの中にこういう回質材を入れて、で製造して、で回質アスファルトを作っ
で、その加熱アスファルトを加熱合材を作るプラント、アスファルトプラントに持っていって、そこで加熱アスファルト合材を作るというような流れになっていくというものでございます。したがって同じ加湿アスファルトを作るにしても、プラントミックスという作り方とプレミックスを作るという2つのこう流れが、実は加湿アスファルトの製造方法にはあるということが1つ言えます。次に、先ほど言いましたカットバックアスファルトというものです。で、このカットバックアスファルトというのは、ストレートアスファルトにナフサや灯油などを調合して製造していきますということで、実はここにナフサという新しい言葉が出てきましたけど、これはナフサというのは工業用ガソリンというふうに言われています。まあ、別な言い方をすると、ソガソリンという形で、まあ、ガソリンの元になるようなものです。そういうものや灯油とか軽油というものをアスファルトの中に入れて調合して製造していくものです。で、このカットバックというのはアスファルトを薄めるって言うんですか、そういう状況下の意味合いを持っております。したがって、このカットバックアスファルトというふうに言われているものは、この溶剤という、この例えばナフサであるとか灯油というようなものが気化していくことで、要は蒸発していくことで、純アスファルトとなって強度を得ることができます。そういう意味合いでは、実は非常に製造が楽なんですね。だからアスファルトを、単純な話で言うと、これは古い話で本当に、びっくりするような話なんですが、私が最初にちょうどベトナムの方に、お伺いしたのが今から、25年ほど前ですかね。25年ほど前にベトナムの方に行った時に、そちらの方ではカットバックアスファルトを作っているのをびっくりする知ってみたんですが、それは本当に家の庭先みたいなところで、ドラム缶のところにアスファルトを、ストレートアスファルトを温めて、それも下から薪か何かで温めてるようなところに温めておいて、それを大きな木の棒ですかね、長い木の棒でアスファルトをこう混ぜながら、そこに実は軽油を少しずつ入れていって、どん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 薄めていく。で、最終的には非常にしゃぼしゃぼになるぐらいまで薄めていって、カットバックアスファルトを作っていた。で、カットバックアスファルトを、そうしますと、先ほど言いましたように加熱しなくて済みますから、今度は舗装する現場に持っていったら、常温で、それを撒いて、石を撒いて、それを撒くという形にすることでアスファルト舗装ができますが、問題はその軽油、カットバックするために作った軽油というのが、蒸発することで、何度でも言いますけれども、初めて純アスファルトとなって、強度を発現してきますので、大気汚染ということが大きな問題になります。したがって、我が国ですが、日本ではこのカットバックアスファルトというのは、一つはその大気汚染の問題、それと今言いましたように作るときに軽油であるとか灯油であるとか、そういう、揮発性のある軽い油を使いますから、そういう意味では危険、非常に危険物、危険な状況下ということで、使用される例は非常に我が国の場合は少ないです。少ないですが、逆に言うと、カットバックアスファルトしか、逆に言うと、できないような機能があるわけですね。そういうために、特に特殊なその溶剤っていうんですかね、アスファルトの中に特殊な溶剤を作った、そのプラヘムコートというようなものも現在はあります。これは一般的にはあまり使われてないとは思いますが、超大鏡と言われているように、こうスチールデッキ、ね、鏡面っていうのは鉄の鏡面の舗装をする場合、スチールデッキをする場合には、そこのこう接着性を良くするって、いうようなために、そういう特殊な製品というようなものがございます。そういうもので使われているというようなものがございますので、我が国でも全くないというものではないというものでございます。で、今回、いろんな資料ということで、東亜道路工業さんの方にいろいろ資料提供していただきました。本当にありがとうございました。で、また皆さんと共にこの写真を提供していただきましたので、ここで謝辞を申し上げたいというふうに思っております。
また参考文献というのは日本道路協会等の資料をもとにしてさせていただきましたので、また皆様参考になるようでしたらこういう資料があるんだよというふうに見ていただければと思います。それでは私のアスファルトに対する講演はこれで終わり。